偽マスク販売の中国企業基礎、米少将。本日、アメリカの少将が中国において偽物の N95 マスクを製造し、アメリカで50万枚も販売したとして、中国の近年放送印刷を起訴したと発表しました。このマスクについては、国内でも怪しいマスクが出回ってしまっており、 中国の KN95 と呼ばれるマスクの性能が悪いと医療関係者から批判が出ておりますが、こういったマスクについて、日本政府にもしっかりと品質を検査していただき、問題があれば偽物だとして、処分していただくように、処罰をしていただくように、 お願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました